皆さんこんにちは。登山ガイドの安藤真由子です。多くの登山者が悩んでいるのが膝痛。しかし膝痛といっても原因が膝の関節内にあるのか膝周りの筋肉にあるのかによって性質や対策は大きく異なります。そこで今日は膝痛の仕組みについて解説していきたいと思います。膝が痛くなる原理を知るために膝の構造をイラストとともに見ていきましょう。こちらは膝の関節内の構造です。関節内には半月板や前十字靭帯、後十字靭帯など膝の曲げ伸ばしを円滑にしたり怪我を防止するためのたくさんの靭帯があります。次に関節外、膝周りの筋肉を見ていきましょう。膝周りには大腿四頭筋という大きな筋肉があります。股関節から膝関節までまたいでいる大腿直筋、外側にある外側広筋、内側にある内側広筋、大腿直筋の裏側にある中間広筋という4つの筋肉からなっています。以上が膝関節と膝周りの筋肉の構造になります。なぜ登山で膝痛が起きるのでしょうか。関節内の靭帯を痛める原因は転倒や怪我など外部からの外傷が主な原因です。また膝が内に入ったり外に向いたりすることで負荷がかかることも靭帯を痛める原因になります。外傷など原因がはっきりしている場合は病院での治療が必要な場合もあります。しかし登山者の膝痛の多くは膝周りの筋肉に問題があります。登山は重い荷物を背負っての歩行や長距離移動、何度も続く上りや下りなどで筋肉に大きな負荷がかかります。特に下りでの筋肉の動きが膝を痛める原因になっています。上りでは大腿四頭筋は縮みながら力を入れるのに対し、下りではブレーキをかけることで大腿四頭筋は伸ばされながら力を入れるという収縮形態になります。この下りの動きは筋肉に負荷がかかりやすい動きなので膝が痛くなりやすいのです。それでは膝周りの筋肉が原因の膝痛を予防・対策するために必要なことをお伝えします。この膝痛には主に3つの予防策があります。 1. 定期的に山に登る。 2. 筋トレをする。 3. 歩き方を改善する。1-2は筋肉を鍛えることで負荷に耐えうる膝を作ります。3は歩き方を改善することで大腿四頭筋の負荷を軽減することができます。山と渓谷チャンネルでは 1-2-3 について解説した動画をアップしているのでそちらもご確認ください。いかがだったでしょうか。自分の体の仕組みをしっかり知っていただき、膝痛に負けない山登りを楽しみましょう。